キャロール軍は、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州にある軍。2000年現在の国勢調査では、人口43,666人で、軍長所在地はオシピーである。軍は1840年に、隣のストラフフォード軍から、分離、組織された。軍名は、アメリカ独立宣言署名者として知られる、チャールズ・キャロル・オブ・カロルトンから付けられた。 彼は署名者の中で一番長生きし、1832年に没した。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積2570平方キロメートルである。このうち2420平方キロメートルが陸地で、150平方キロメートルが水地域である。総面積の5.89%が水地域となっている。 キャロル軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この軍は43,666人、18,351世帯、及び12,313家族が暮らしている。人口密度は18平方キロメートルで、14平方キロメートルの平均的な密度に34,750件の住居が建っている。この軍の人主的構成は、 白人98.22%、アフリカン・アメリカン0.17%、先住民0.28%、アジア系0.38%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.17%、および、根結0.77%で、人口の0.48%がヒスパニック、または、ラテン系である。 人口のうちイングランド人22.5%、アイルランド人15.6%、アメリカ人10.5%、フランス人9.7%、ドイツ人6.7%、イタリア人5.8%、スコットランド人5.2%をそれぞれ祖先に持っている。人口の96.5%が英語を話し、1.6%がフランス語を母語としている。 18351世帯のうち27.40%が18歳未満の子供と暮らしており、55.30%は夫婦で生活している。7.80%は未婚の女性が世帯主であり、32.90%は家族以外の住人と同居している。26.60%は独身の居住者が住んでおり、 11.10%は65歳以上で、独居である。一世帯の平均人数は2.35人であり、家庭の場合は2.82人である。この軍内の住民は22.60%が18歳未満の、未成年、18歳以上24歳以下が5.30%、25歳以上44歳以下が26.50%、45歳。 以上64歳以下が27.70%及び65歳以上が17.80%にわたっている。中央値年齢は42歳である。女性100人ごとに対して男性は96.60人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は94.20人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は39,990ベイドルであり、家族ごとでは46,922ベイドルである。男性の31,811ベイドルに対して、女性は23,922ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は21,931ベイドルである。人口の7.90%及び、 家族の5.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の10.00%、及び65歳以上の6.70%は、貧困線以下の生活を送っている。軍内を流れるスウィフト川のロワーアダキ付近。ニューハンプシャー州、キャロル郡。全国カウンティ協会。2008年1月31日閲覧。 A.B. アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステッツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ FACTFINDER. センサス .gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。